ネオンサインネオンサインとは、ネオン管などを使用した看板や広告などであり、単にネオンとも言う。主に都市部の人通りや交通量の多い大規模駅周辺や幹線道路沿いのビルの屋上や外壁に設置される。ネオン電球は、フランスの科学者ジョルジュクロードが空気を液化する産業用システムを構築した際に廃棄物として生成される。 ネオンの用途を模索する中で発明された。クロードは、ネオンの他にも、アルゴンや水銀などの気ガスに電気を通すと、白熱電球よりも5倍以上、明るく、様々な色に発光することを発見し、特許を取得して1915年に、電飾のフランチャイズ企業、クロードネオン社を設立した。1912年に、パリ万国博覧会で公開されたのが最初とされる。 クロードはネオン電球の効果を公開するためディスプレイ装置をグランパレの前に設置し多くの需要を得てヨーロッパやアメリカにビジネスを展開した1920年代のアメリカのユタ州で看板業を営んでいたトマス・ヤングは気ガスを封入したガラス管で文字を書くことを思いつきクロードネオン社の許諾を得てネオン管のベンチャー企業ヤングエレクトリック サインカンパニーを設立した。ジェスコは当時は無名な田舎町に過ぎなかったラスベガスの大半のネオンサインをデザインし世界中の都市景観に影響を与えた。日本国内での最初の設置は谷沢カバン店、白木屋大阪支店、日比谷公園と諸説ある。近年は LED 照明など新しい光源も登場し急速に普及しているが 色の鮮やかさ形状の自由さなどの利点から、ネオンサインはなお健在である。ネオンサインに用いられる明かり体は、直径8から15ミリメートル、長さ1.5メートルくらいのガラス管で、広告主の注文に応じてほぼ手作業による、職人技で、いろいろな形状に曲げられ作られる。ネオンサインに用いられる管は、ガスそのものの色を出すための透明なものと、 様々な色を出すための無機蛍光体を内面に塗布した蛍光管がある。ネオンといえば様々な色があるが、ネオンガスのみで出せる色は限られているため、実際はアルゴンガスなどが併用される。アルゴン管ではアルゴンガスの他に若干の水銀も加えられている。ネオンガスの透明感では赤く発光し、ネオンガスの蛍光管ではピンク、オレンジを出すことができる。 アルゴンガスの場合、透明管では青、蛍光管では青、緑、紫、白などを出すことができる。両端の電極に加えられる6000から15000、ボルトの高電圧により発光する。蛍光灯のような点灯開始時のちらつきがない、特性を利用し、文字や模様の点滅で演出がなされることもある。ネオンサインを使った看板や広告は、 企業の業種に限らず広く見られるが、とりわけ夜の観楽街やパチンコ店で使われることが多い。特に観楽街の代名詞としてネオン街という言葉が存在する。また、屋外の看板や広告以外では小型のものが室内のインテリアとして使われる。ありがとうございます。